命你，把口袋口给我扎紧了。1944年，日本对华侵略进入到最后的疯狂阶段，宫本师团被我军围困在横山的山野。穷途末路的宫本凭借一个炮兵连配合闪击战，向我包围圈弱点发起猛攻。依靠火力强大的炮兵阵地，宫本即将撕破我军防线，突出重围。队长，这么干真的没问题吗？放心，肯定没问题。就咱们队长那日语啊，说连小日本都听不懂。日本人听不懂还叫日语吗？行了，你们几个小子都给我机灵点。行，好。一个字。先生，准备，让小鬼子尝尝咱们的厉害。好。なぜ攻撃がやめたのだ。すぐ砲兵に連絡を取れ。はい。指揮官を呼べ。宮本君、どうも。今正式に通知る。お前らの砲兵陣地。修練が取った。花火を待てろ。それじゃ。您找我？是啊，我找你。有好消息啊？
好消息啊！哎，我问问你啊，是谁给你下的命令，让你去端了日军的炮兵阵地啊？啊，现在不是解决了吗？解决了，你知道这是什么性质吗？啊，不，违反纪律，擅作主张。我，小梅，政委，关他禁闭。是。哎，政委，走吧，队长。今日川崎駐在の運送隊場外で遊撃隊と遭遇し川崎駐在全滅だ。これなんでこんなことになったんだ。こんなことになったのは臨場場内抗日分子がいる遊撃隊に情報を提供し遊撃隊が待ち伏せがしたんだ。じゃあ遊撃隊に情報を提供するのは誰なんだ。大佐閣下、我らのせい。すぐ手配します。抗日分子を調べます。今度こそ、奴らを全滅します。